七クマ。よし、あとは時間を置いてと。どんな結果が出るかな。俺の名前は信本康介。七クマ大学で大学院生をしている24歳だ。俺が専攻しているのは地球環境について。幼い頃、父親と一緒に釣りに行った際に魚の口にゴミが付着していて、かわいそうだと思ったことがきっかけで環境問題に興味が出た。今や大学院生になって研究漬けの日々を送っているのだが、研究に時間を使いたいけど、生活費を考えるとバイトもしなきゃならない。はあ、もう少し時給上がらないかな。生活費のやりくりにも苦戦している毎日だ。さて、結果を待っている間に購買にでも行こうかなって。今月はあんまりお金の余裕ないんだった。はあ、散歩でもしよう。あ、お疲れ様です。いつもありがとうございます。ゴミか。環境を語る上でゴミの廃棄方法も問題が山積みだよな。次の研究の題材についてちょっと教授に相談してみるか。おい、おばさん、ゴミがこぼれちゃってるよ。学生が気持ちよく生活できるように校内はきれいに保たなきゃな。あ、キャッ。ん？あ、ごめん、もしかして当たっちゃった？ゴミ箱に捨てようと思ったんだけど外れちゃったみたいだね。ついでだし、そのゴミ拾ってくれる？だってそれがお仕事でしょ。うん。ちょっとお前何してるんだ。何って、ゴミを捨てただけだけど。そのゴミが用務員さんにぶつかったのにか。いや、それは不可抗力だし、本当はゴミ箱に向かって投げたの。そしたらそのおばさんがゴミ箱の前にいたから当たっちゃっただけだって。そんな距離で投げたらそりゃ当たるだろ。それにキャップは分けて捨てないとダメでしょうが。そこかよ。分別を舐めたらダメだぞ。ペットボトルたった1本、されど1本だ。君が分別してくれるだけで地球環境にどれだけ優しいか。みんながそういった意識を持つことで。なんだよこの環境だけ。付き合ってらんねえよ。待て、せめて用務員さんに謝ってから行けよ。悪かったよ。まったく。大丈夫ですか？ええ、助けてくれてありがとうございます。いえいえ、何事もなくてよかったです。今後は彼も分別してくれるでしょうし、そういった意味でも安心です。え？あ、ごめんなさい。私をかばってくれたと思ったら分別しろなんて言うからちょっとおかしくて。ごめんなさい、用務員さんを心配していないわけじゃなくて、その、ただ自分のポリシーに反するので黙っておけず。別に責めてないの。本当に助かりました。それにしても、あなた本当に環境問題に関心があるのね。何せ環境問題を改善するための研究をしているくらいですから。ということは大学院生？そうです。君は何を研究してるの？よくぞ聞いてくださいました。俺が今研究しているのはですね、研究分野に関心を持ってもらえた喜びで興奮してしまった俺はついペラペラと話してしまう。気がついた時にはひたすら喋り倒した後だった。で、すみません、こんなに長々と語ってしまって。いいえ、とても興味深かったわ。話を聞かせてくれてありがとう。たとえ社交辞令でもそう言ってもらえると報われるよ。俺ダメなんですよね、自分の研究について話し出すと止まらなくなっちゃって。ダメなんてことはないわ。何かに夢中になれるってことはとても素敵なこと。それが誰かの役に立つ分野ならなおさらね。正直そんな風に言われたことがなかったので嬉しいです。ありがとうございます。あなた名前は？信本康介です。信本君ね。それじゃあまた近いうちに会いましょう。え？仕事中にまた会うかもしれないってことか？でもあの言い方、まるで会うことが確定してるみたいだったな。用務員さんの言葉が気になりはしたものの、すぐに研究途中だったことを思い出す。そろそろ結果も出ていることだろうと急いで研究室に戻った。おはよう。おは、なあ、お前何かやらかしたのか？え、何が？実はさっきここに理事長が来てさ、お前を探してたんだ。理事長って？え、大学の？ああ、理事長室に来るように伝えてって頼まれたけど、何か心当たりないのかよ。心当たりって言われても、俺はただ毎日必死に研究に勤しんでいるだけで、
頭を抱えたい気持ちにはなったが、こうしていても状況は変わらない。俺は急いで理事長室へと向かった。失礼します。信本くん、いらっしゃい。はあ。誰だこの綺麗な女性は。理事長もいないし。理事長は少し遅れるみたいだから、先に要件を伝えておくわね。実はあなたにはこの大学を去ってもらうわ。は？どういうことですか？あなたはこの学校にいるべきじゃない。正確にはミツバチ大学に転籍してもらいたいの。え？あなたは何なんですか？私は君塚雄飛、ミツバチ大学の理事長よ。え、理事長？もともとはおじい様が理事長を務めていたのだけど、体調を崩してしまってね。それで私が継いだの。理事長ってうちの理事長みたいにおじいさんのイメージだったけど。あなたはこの学校にはもったいない人材だわ。うちの大学でその力を発揮しない？彼女が言うには七熊大学理学部の学科を統合し再編成する動きがあるらしい。まだ公にはなっていないが、その際に俺の学科は規模が縮小することが決まっているという。再編成で若い才能を持て余すなら優秀な生徒を引き抜きたいというのがうちの考えよ。俺お金に余裕もなくて今もギリギリで、学費とかってどうなるんですか？心配しないで、私が直々にスカウトしているようなものだから何とかするわ。他にも優秀なやつはいるのに、どうして俺を？あなたの環境に対する意識の高さを知っているからよ。え？実は私たち、これが初対面じゃないのよ。あの時はありがとう。おかげでペットボトルが当たらなくて済んだわ。ペットボトル？もしかして、用務員さん？いや、全然違いすぎだろ。だって、あの用務員さんは正直もっと年上だったはず。あれは変装。メイクで年齢をかさ増ししていたの。どうやらあの日は学科の視察に来ていて、三八大学は環境学部に力を入れようとしているところで、学部を引っ張っていく人材を探しているようだ。理事長として顔を出すと誰も本音を話してくれないだろうと考え、変装してまで潜入していたらしい。なるほど。高名な教授もすでに呼んであるわ。松原教授というのだけど知ってる？え、松原教授ってあの俺が研究している分野の権威じゃないか。彼の下で学べるならぜひお願いします。よかったわ。それじゃあこの転籍申請書にサインをよろしくね。こうしてまんまと釣られた俺は三八大学へ転籍することになったのだった。こうしてあれよあれよという間に三八大学の研究室に転籍した。尊敬する教授の下での研究は順調で、充実した毎日を送っていた。そんなある日のこと。今日は娘の誕生日でね。すまないが先に帰らせてもらってもいいかな？全然構いませんよ。後始末は僕がやっておきますし。ありがとう、助かるよ。よし、片付け終わりっと。失礼するわ。あ、理事長。君塚でいいわ。それより松原教授はいらっしゃらないの？教授は娘さんの誕生日で早々に帰られました。あら、そうなの。せっかく差し入れを持ってきたのに残念だわ。明日教授に渡しましょうか？実はこれ生菓子なの。教授に食べちゃわないと。信本くん、一緒に食べない？誕生日か。誕生日がどうかしたんです？教授の娘さんは今日が誕生日なんでしょ？私と一日違いだと思ってね。君塚さんも誕生日なんですか？昨日？それとも明日よ。そうなんですね、おめでとうございます。信本くん、今私の誕生日を知ったわよね。それで何かお祝いしてもらえるかしら？いきなりだな。でも確かにかなりお世話になっている。前より充実しているのは君塚さんのおかげだし。わかりました、全力でお祝いします。できるだけのことはさせていただきます。プレゼントは何もいらないの。明日私とお出かけしてくれるだけでいいわ。でもコースは信本くんが考えてね。え、それだけでいいんですか？俺デートは研究してませんよ。それじゃあデートは私のゼミってことで。わかりました。期待しちゃうぞ。翌日約束通りに一緒にデートをした。彼女は宣言通り俺の選んだコースに文句を言わず、それどころか全力で楽しんでくれた。
意外と価値観が合っているのか、君塚さんと過ごす時間を満喫した。松原教授どこ行ったんだ？フォーラムの件なんですけど、ご検討いただけましたか？検討はしたが、やっぱり難しいだろうな。そこをなんとか。ん？この声は。お二人ともどうしたんですか？信本くん、いいところに来たね。実は今、どうやら君塚さんはうちの研究室主導で環境フォーラムを三八大学で開催したいと考えているようだ。だがうちの研究室は人手が足りていない状態。強行してもうまくいかないと教授は考えているようだ。信本くんはどう思うかね？俺は。松原教授も信本くんもいるんだもの、きっとフォーラムは成功できるわ。だからお願い、私に力を貸して。君塚さん大丈夫ですか？大丈夫よ。体が熱い、保健室に連れて行きます。ごめんね、迷惑をかけちゃったわね。体調が悪い人はそんなこと気にしないでください。ありがとう。ダメだな、最近ちょっと無理しすぎちゃったかも。倒れるほど無茶するなんて。もしかしてさっき話していたフォーラムの件で？そう、せっかく強化した学部だし、フォーラムを開催してもっと盛り上げていきたいって思ったの。それで外部にも説得しに回っていたんだけど、松原教授が乗り気じゃないと無理ね。今回は諦めるしか。いえ、やりましょう。え？足りない分俺が頑張ってみせます。だって教授の研究が今回のフォーラムの目玉なんでしょ。教授の一番弟子である俺ならなんとかできますって。頼もしいね。それじゃあ信本くんに頼っちゃおうかな。任せてください、松原教授も説得してみせます。こうしてフォーラムのために奔走する日々が始まった。俺は全力で教授の研究を手伝い、その傍らで自分の研究も進めた。君塚さんも復活後は再び外部を回って参加者を募った。その回あってフォーラムは大成功。正直かなり大変だったけれど、達成感の方が勝った。頑張ってよかった。とは言ってもやっぱり疲れたな。お疲れ様、信本くん。あ、君塚さん、差し入れを持ってきたの、一緒に食べましょう。ケーキ？今日は何かの記念日でしたっけ？何言ってるの、フォーラム大成功のお祝いよ。松原教授があなたのことをすごく褒めていたわよ。私も MVP はあなただと思っているし。え？俺はただ松原教授の研究を手伝っただけですよ。そんなことないわ、あなたがいなければ今回のフォーラムはそもそも開催できなかったもの。そんな、俺は君塚さんのために頑張っただけで。え？今日やっぱり記念日にしちゃダメですか？記念日って？俺君塚さんが好きです。俺と付き合ってください。私でいいの？年も離れているし、それにあまり可愛げがないでしょ。何言ってるんですか、めちゃくちゃ可愛いですよ。っていうか年齢なんて関係ありません。俺のことを認めてくれて、いつも一生懸命な君塚さん、夕日さんが好きなんですから。嬉しい、私も助けてくれたあの日から康介くんのことが好きだったの。ふつつかものだけどよろしくね。それはこっちのセリフです。今日は付き合った記念日ね。ひとまず博士号を取得して話はそれからだ。少しでも早く夕日さんにふさわしい男になろうと心に誓った。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。